はい、こんにちは、ジャーキーです。今日は、実家に帰省したんですけれど、帰省したんですけど、するとですね、こちら、今まで2台だと思ってたのが、3台に増えておりました。ディズニーのリゾートクルーザー。で、こちらが今回増えていたもので、これはね、ちょっと新しいタイプですね。エアコンがついているので、新しいタイプで、ギミックとして、ドアが開くということですね。ちょっとね、すごい、ぴったりできてるのに開くんですよね。こっちがちょっと開きにくい。開きにくいんですけど、開くんですね。ちょっと片手だとね、難しいんで、ちょっとこれぐらいにしておきましょうか。ちょっとこっちにやって、あ、ちょっと無理だな。ちょっと無理だな。持ってあげるか。待って待って。はい、ちょっと待って。こっちはね、ちょっと、あ、開いた。こういう感じ。めちゃくちゃうまくできてる。開きにくいですけどね。でも閉めやすい。開くのはちょっとコツがいるんですけど、閉めるときはね、さっと閉まります。すごいね、ぴったりです。で、ちょっとね、うまく閉められなかった場合は、ちゃんとしないとぴったりにならないね。ちょっと浮いちゃいます。これ今ぴったり閉まりました。こっちを押して、後ろ側を押して、で、前のやつをちょっと後ろにしてから開けると。で、この時にね、こうちょっとね、指でこうやらないと開かない。で、閉める時は前をまず閉めて、ちょっと後ろに行っちゃってるんで、これを前にした瞬間に後ろをピュッてやると、こう、きれいに閉まりますね。エアコンがついてます。はい、リゾートクルーザー。これまでのと、後ろのね、ディズニーの、ミッキーの後ろ姿も大きくなってますし、ね、僕はこのセパレートタイプのフロントガラスがついてるやつが好きかなと。ちょっと大きいですね。大きさもちょっと大きい。今走ってるのはこれに、お母さんこれになるんですかね。これではなかった。今走ってるのがこれかどうかはちょっと、わからない。でもね、ギミックとしてドアが開くのですごく面白い。やっぱりね、こう、前をちゃんとガチッとこうやらないと、後ろが閉まらない。なんか浮いちゃいます、こうやって。ちょっと浮いちゃいます。だからちょっとね、閉めるときもコツがあります。こっちでカツって前にやってから、グッて押したらいける感じですね。これ子供がやるにはちょっと難しい。それか手がね、小さい人だったらやりやすい。子供の方がやりやすいかな。ちょっとわかんないですけど。はい。というわけで、はい。あ、ちょ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 、りーちゃんがちょっと、りーちゃんがちょっと、あなた今ビデオ撮ってるときにこんなことして。ほら、ほら、こっち向いて。ほら、こっち。リー、もう全然、もう言うこと聞か、今ビデオ撮って。はい。というわけで、今日はですね、実家の、ディズニーリゾートクルーザーが3台に増えていましたという、報告でした。まあね、好き嫌いあると思います。僕はやっぱり昔のタイプの方が好きかな。母はね、この昔の方がいいかなと言ってました。まあでもね、走って、ってるのは多分こっちなんですね。だから乗ったやつに乗ったミニカーが欲しいんだったらこれかなという感じです。あとね、ギミックも面白いから、おすすめですね。これいいですね。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャッキーでした。